はい、こんにちは。えー、今回は、テルディアに対して、テルディアを入れてみました。また、えー、キャプテンダイヤモンドを使うのが、今回の動画の趣旨です。はい、いきまーす。はい、えー、キャプテンダイヤモンドをちょっと使ってみようかなと思いました。えー、でーは、まずは、盤面に、 赤が欲しいのでここ行きましょうかはいいい具合にキャプテンダイヤモンド、えー、マナがたまってますねではこれでテルディアがスキルを発動ししないですねえー、では これでテルリアがスキルを発動しで、えー、テルリアに対してキャプテンダイヤモンドを使いますはい全員に攻撃しましたね、えー、しかも、えー、テルリアのミニオンを取っ払いました全員の敵の、えー、ミニオンを取っ払いました えー、グリンブルと比べてどうですかね使い勝手としては。では、盤面に赤が欲しいです。どうどうはい、えー、盤面に赤が欲しいです。やられた。もう一回同じことはできなさそうですね。 できないですね。はい、では、えー、テルディア怖いのでテルディアを倒したいですとりあえず1回、えー、キャプテンダイヤモンド成功したのでまあよしとしますもう1回やりたかったなはい、ではこちらもテルディアを発動し はい、えー、あとはいつも通り、えー、赤で倒していきたいです、えー、こちらがキャプテンダイヤモンドいる代わりに、えー、相手はスカジがいると思ったらいいですかねはい、えー、しかもヘインダールの復活も持っているので、えー、ヘインダールを積極的に狙っていきます えー、ヘインダールの復活怖いですからねではどうしようかな盤面に赤が欲しいので、えー、ここ行きましょうか割と厳しい戦いですねではテルディアも倒れたか つらいなテルディアに倒れられたのはつらいなテルディアに倒れられたのはつらいなでは、えー、ヘインダールをまず倒しますあ危ない危ない危ないヘインダールの復活が怖いので ヘインダールを倒しで、えー、パズルでスカジを倒し、えー、厳しいですね2回スキルを発動されて負けますね、えー、どうしましょうね辛いですねしょうがないので これ行きましょうか。あ一1回で負けた。はい、ありがとうございました。再戦行きましょうか、再戦。えー、このまま行きましょうか。 ええー、まずは、ここ行って、いっぱい消しましょうか。あ、いいの来ましたね、いいの来ましたね。では、ガーネットでブーストをかけて、えテルディア倒せるといいですね、これで。あ、いいですね。では、え攻撃力を上げて、 えー、一旦たガーネット保留して相手の数減らしましょうか、はい、穴が開いた方がためやすいですしね、マナをはいではこちらはテルディアを発動しスカジ怖いですね、スカジ怖いですね。 えー、スカジ怖いですけれどもヘインダールの復活もありますし、えー、どうしましょうねここは順当にヘインダール狙いましょうか。 はいえー、キャプテンダイヤモンドは星4なので、えー、そこが残念ですよねスキル的には強くて面白いんですけどどうしても星4なので活躍の場が減っちゃいますよねあスカジのおかげでもう一回活躍できるかもしれない えー、キャプテンダイヤモンド使いたいなせっかく入れたのでキャプテンダイヤモンド入れたので使いたいけれどもどうですかねはいではあはいえー こいつあのフェンディルはダメージを与えて回復するんで割とゾンビって呼ばれたりしますよねはい、えー、今回はキャプテンダイヤモンドを使ってみましたはいありがとうございました